上は男性、下は女性の年齢調整済みの喫煙率。喫煙率とは調査対象の内タバコの喫煙を行う人の割合である。喫煙者率も同義である。国別に見ると、全人口及び男性の喫煙率は東南アジア、東アジア諸国、ロシアを含む東欧諸国の一部や近東で高く、欧米諸国の先進国では低い傾向にある。逆に、 女性の喫煙率は東アジア諸国の方が極端に低い傾向があり、欧米諸国の先進国ではやや高い。統計は主に世界保健機関による統計結果と経済協力開発機構による統計結果がある。風にある資料によると喫煙率は中国男性47.7、女性1.8%に対しスウェーデン%、米国パーセント%、 オーストラリアパーセントであった。さらに男性で喫煙率が最も高い国はインドネシアであり、逆に低い国はガーナであった。女性の場合は最も高い国はナウルであり、逆に低い国は北朝鮮であった。OECD の資料によると OECD36 カ国の平均が18.0%であり、日本の喫煙率は 17.7%と平均並みとなっている。日本タバコ産業は喫煙率はすでに先進国並みの水準になっていると評価している。地域の詳細は世界保健機関を参照。上段側が地域名、下段側が国名出展自己申告データによる15歳以上の喫煙率を示す。 OECD 各国の成人喫煙率日本の喫煙率は主に厚生労働省による国民健康栄養調査にて調査が実施されている。また、2018年までは日本タバコ産業も調査を実施していた。厚生労働省は2001年及び2013年以降の国民生活基礎調査の大規模調査でも調査を実施している。その他、日本医師会など、 独自に調査し、公表しているところもある。厚生労働省の国民健康、栄養調査によると、2019年の調査で、習慣的に喫煙しているものの割合は16.7%で、減少傾向にある。この傾向は、JT の調査や厚生労働省の国民生活基礎調査でも見られ、2018年の JT の調査では 17.、17.9%であり、 2019年の国民生活基礎調査では男性が28.8%、女性が8.8%であった。JT の調査の推移を見ると、日本での成人男性の喫煙率は1966年の83.7%をピークにほぼ一貫して減少を続け、2018年では27.8%となっており、 成人女性も1966年の18.0%をピークに少しずつ減少を続け、2018年では8.7%となっている。未成年喫煙経験者率については、厚生労働省の斉藤参照日本政府の見解2011年の健康日本21最終評価書によると、成人男性喫煙率は減少傾向が認められているが、 国民の健康の増進の観点から国民全体の喫煙率の低下を目指す目標設定が必要であるとしている。厚生労働省受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書では今後の課題として今タバコ価格、タバコ税の引上げによって喫煙率の低下を図ることは重要であり、その実現に向けて引き続き努力する必要があるとしている。 JT の見解 JT は喫煙者率が減少傾向にあると評価した上で、その要因として高齢化の進展、喫煙と健康に関する意識の高まり、喫煙をめぐる規制の強化や増税、低下改定などが挙げられるという考えを示しており、喫煙者と非喫煙者が共存していける社会を目指すと表明している。2020年現在、厚生労働省は 健康日本21にて、2022年度までに12%にするという目標値を設定している。かつて、健康日本21や、がん対策推進基本計画の閣議決定に際し、政府においてもたびたび検討が行われたものの、見送りとなっていたことから、2008年3月4日には、日本学術会議より発表された、脱タバコ社会の実現に向けてにおいて、 喫煙率削減の数値目標を設定するとの提言が行われた。なお、独自に喫煙率削減の数値目標を策定している都道府県もある。厚生労働省の調査1990年から2015年までは5年ごと、2016年以降は1年ごとの記録を示す。詳細は国民健康、栄養調査及び最新タバコ情報を参照。 零から零5%、零5から10%、10から15%、15から20%、20から25%、25から30%、30から40%、40から50%、50%以上、出店厚生労働省の調査現在、公表されているすべての結果を示す。なお、二千十六年は、熊本県のデータを除いた結果である。 00から0 5%、0 5から10%、10から15%、15から20%、20から25%、25から30%、30から40%、40から50%、50%以上、出展 JT の調査1965年から5年ごと、及び最後の調査である2018年の結果を示す。00から0 5%、 0から10%、10から15%、15から20%、20から25%、25から30%、30から40%、40から50%、50%以上。出店都道府県別喫煙率上は男性。下は女性の喫煙率男性は、北関東以北と九州で喫煙率が高い傾向にある。女性の場合、 関東以北と西日本の五大都市を要する大阪府及び福岡県が高い傾向がある。年収別喫煙率日本の未成年の喫煙率、ありがとうございます。